皆さんこんにちは、サルです。今回もセリアの新商品になります。こちらの食器バンド四角 S サイズになります。これはもうですね、キャンプ行く時にはなくてはならない必需品と言っても過言じゃないと思うんですけど、このシリーズにとうとう新しいサイズですね、形のものが出ましたので、レビューしていこうと思います。色が2種類あったので買ってきました。濃いめのオリーブグリーンと少し黄色がかったサンドベージュという感じですね。はい。で、まずはね、簡単に説明しておきますが、食器バンド四角 S サイズで角型商品に対応と。そうですよね、そこなんですよね。で、食器を重ねたりクッカーをまとめるバンドということで、ジャンコードですね。ちなみにジャンコードは長くってなんか紙に写したりするのが大変っていう方あるんですけど、基本的には下4桁が商品番号なんですね。ただその前の桁についてもメーカーを示してますので、最初の49というのは日本なんですけどね。ただ日本もね、49じゃなくて45の場合もあったりするので、結局ね、もう確実なのは全部、ジャンコードはまとめて写していただいて、お店で伝えていただく方がいいかなとは思います。はい、ちょっと大変なんですけどね。はい、それから使用上の注意。まあ、このあたりはね、もう使ってる方があるので、見て確認いただければいいかなと思うんですけど、材質はシリコンゴムです。サイズが約 10×10cm で、幅が 1.2 センチ。藤崎さんの商品です。はい。ちなみにメーカーが藤崎なので、このジャンコードについては、今回藤崎の新商品多いんですけど、全部、下4桁以外は同じ数字になりますのでね。まあ、もしかしたら知っておくと便利かもしれませんね。で、この最初にあった通り、角型商品に対応と。これね、結構待ち望んでた方多いんじゃないかなと思うんですよね。私もたくさん初期バンド使ってるんですけど、見ていただいたらわかる通り、すべてですね、丸いものばっかりなんですよね。まあ、なんでかって言えば3つなので、丸いものが比較的つけやすいんですけど、四角いとですね、つけられないんですよね。それに対して今回は4方向に伸びてますから、四角いものが使えるということです。あと、今までのものって、サイズがですね、4通りあったと思います。7センチ、9センチ、12センチ、15センチ。7センチ一番小さいのはだいたいシェラカップサイズにぴったりで、12センチは少し大きめの、大きめっていうことはないけど、クッカーとかですね。スノピのアルミパーソナルクッカーとか、こういったものなんか。で、12とか15センチは私は使わないんですけど、ボールとかプレートのような大きなものを、まあ、まとめてね、食器セット、束ねたりするときに使うんですけど、小さいやつについては7センチとか9センチだったんです。で、こちらの説明を見ると10センチって書いてるので、もしかしたら少し戸惑う方いるんじゃないかなと思って、大きさの確認をしておこうと思います。ちなみに以前の7センチというのは、このですね、ちょっと汚れてますけど、この中心から端までですね、の長さが7センチとか9センチだったんですよね。だから、この三角形っていう意味で考えると、7センチのものだと一辺が12センチぐらい。で、9センチぐらいあるやつだと一辺が15センチぐらいの三角形になるんです。それに対して、今回のやつは、端から端までが10センチ。ということで、測り方が変わりましたのでね、ちょっと分かりにくいと思うんですよね。まあ、ただ、S サイズって書いてるところを見ると、今までの7センチで閉じることができたシェラカップなんかよりも、より小さいものも閉じやすいんじゃないかなと思うんですね。そのあたりも確認してみようと思います。じゃあ、まずは開封します。開封する前にね、これ同じジャンコードですので、ジャンコード伝えただけでは、どちらの色っていうことが指定できませんので、お店で確認したい場合は、色もね、伝えてもらった方がいいかなと思います。なんかワクワクしますね。この四角形でね、こう来るというね。あ、はい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 。なかなかですね、やはり小さいですね。
今までの7センチよりもさらに小さいですね。だから7センチと10センチなんだけど、10センチの方が小さいです。なぜかというと、もういいですよね、端から端まで測ってるからです。だから7センチのものって、こういうシラカップなんかがぴったりだったんですよね。7センチのやつでシラカップを閉じると、はい、こんな感じですね。そんなにね、緩くもないし、まあきつくもないね、ちょうどいい感じです。まあカップをね、あと3枚ぐらい重ねてね、いろいろ閉じることができるような感じでした。それに対してこの10センチはどうかっていうと、これ多分きついですね、明らかに。ちょっとまたやりにくいので一回外します。画角から外れます。これはね、相当厳しいです。はい、ちょっとね、相当厳しいのでやめた方がいいと思います。できなくはないけど、あまり無理にやる意味はないですね。もうパンパンですね。なんか切れそうな気がしますので、これは皆さんやめましょうだからシェラカップっていうね、今まで7センチの食器バンドがちょうどだったものも10センチではあるけど、こちらだと厳しいということになります。ではどういうものがね、閉じやすいかな。四角いものということで、まあ四角いキャンプ用品代表選手といえばメスティンじゃないでしょうか。まあ結構皆さん持ってるしね、メスティンはケースに入れてる方が多いと思うので、あえていらないっていうことかもしれませんけど、これだったらどうかやってみますと、はい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 、ああちょっと長辺がきついですね。長辺がちょっときつい、長辺がきついので、これもパンパンなので、あんまりやらない方がいいかなーって気はしますなんか白くなってますね。やめた方がいいでしょうね。はい、なんかちぎれそうです、買って間もなくちぎれるとね、ショックなのでやめときます。まあそれだけよく伸びますね、これね。そこはすごいと思うんですけど、これメスティンのね、小さい方、ダイソーのミニメスティン、これでも厳しかったので、もっと小さいものですね。私が使うもので言うと、キャンプ用品じゃないんですけど、こういうですね、小皿を結構いっぱい持っていくことが多いです。まあ、おつまみなんか入れたりね。これはコースターに使ったりするんですけど、まあ、そういうね、小さめのお皿。こういうのも、この今までのやつだと閉じにくいんですね。どんな感じだったかな？ちょっと覚えてないけど、そうそう。なんかね、こういう感じで、なんか落ちそうな感じになるんですよね。だから3つしかないとやりにくかったんです。それがこの4つあるとどうか。ちょっとこのお皿大きいかな、もう少し小さい方がいいから、やっぱこれぐらいかな。これセリアで売ってるやつね、なんか地域性があるらしいんで、売ってないセリアの地区もあるみたいですけど、これぐらいだったら一番いいね。これはもうベストサイズですね。はい、まさにそうです。もう完全に一体化します。これは素晴らしい、これは素晴らしい。いやね、めっちゃいいです。これはいいですね。なるほど、こういう風にして持っていくとね、バラバラにならないし、全くね、こうカタカタも言わないし、素晴らしいですね。何度も言いますけどね、本当に素晴らしい感じです。今まではできなかった、これ、収納方法です。ねえ、素晴らしい。これが大きいからやりにくいのかな？ちょっとシリコンってかなり伸びるんで、どのぐらいまで伸びるかっていうのはね、いろいろ試さないとわからないし、あんまり大きいものだとね、やっぱつけにくいですね。4つもあるので、端から通していくときに割とつけにくい感じはあります。あ、ただこれいいかな？これもいけるかなっていう。どうだろう。この木の器はね、同じ100均ですけど、厚みがあるので、ちょっと入れにくいかな。まあガラスだしね。あんまり無理なことはしない方が良さそうです。まあそのように考えると、このガラスって一辺がですね、13.5 センチぐらい。あるんですけど、それぐらいあると結構これね、パンパンになっちゃって、ちょっと入れにくい感じはあります。逆にさっきの小さめの皿、これだと 11.5 センチぐらい。これぐらいはね、ベストサイズですね。ということが言えるんじゃないかなと思います。
長方形のものもやってみたいので、このメスティンに入る竹のまな板ですね、これ1.5 号用のレギュラーメスティン用ですね、セリアのやつですけど、こちらの場合は長い方が155ミリで85ミリぐらいなんですけど、こういうものだったらいけるのかな。あ、これもいけそうですね。そうですね、これも難なく、そうですね、いける感じです。はいはいはい、このぐらいの大きさもだから全然ありですね。この場合だと、横が短いので、横は少しブカブカかなっていうね、緩んでる感じはあります。わかりますかね、ちょっと緩んでる感じはあります。で、縦は結構ピチピチという感じですね。長いとこが 15.5 155mm ぐらいあってもいけなくはないです。横幅はこれは 85mm しかないので、まあ、本来10センチ幅のものは余るんですけどね。確かにね。ただまあ何かを束ねるんだったら、これを2枚3枚ね、いう時はちょうどいいかもしれませんね。まあ使い方がね、いろいろと、工夫して、よりぴったりのものがあると気持ちいいと思います。これなんかもね、ランタンウォーマーなんですよね。で、私アルコールストーブのスタンドにも使ってるやつなんですけど、でこういうのはね、そこにこういうへっこみがね、あるもんですから、これもね、4箇所にへこみがあると、三角形のこのバンドはね、止めにくかったんです、今まで。こういう風にね、止めれるんですよ。丸いのでね。止めれるんですけど、裏を見ると、こういうね、ちょっとなんか歪な感じに、均等なね、この三角形の Y の字にならなかったり、均等にしようとすると、ここは、足の上に乗っかってるのに、後のとこは落ちてるとかね。まあ、そんな変な感じになっちゃって、ちょっとね、気持ち悪い感じにしか固定できなかったんです。だからこういうのも、今後は4本あるこちらだったら、結構シリコンって強いですよね。ほぉ。これはいいね。ああ、これね、またいいですわ、すごく。はい、これはねすごくいいです。もう完全にね、もう今度からはこっちに変えようと思います。ちょうどこうへこんだところ4箇所にそれぞれのベルトが来るのでね、まああまり参考にならないと思いますけど、4つあることによって付け具合が良くなったっていう具体的な例の一つかなと思います。素晴らしいですね。ではもう一つの方もね、開けて比較をしておこうと思いますが、まあ、色が違うだけなんでね、はい、こういうちょっと光が反射が強いかな、ちょっと落とします。こういう色ですね。はい、このちっちゃめのね網なんかも四角いので、今までの3本足のやつよりはこっちがやりやすそうですよね。どうでしょうか。はい、やっぱりそうですね。そうですね。まあ、よりぴっちり固定できるので、3本のやつに比べたらね、非常に安定感が良くって、たくさん重ねるのもやりやすそうです。今までだと、なんか歪なんですよね。止められるんだけど、なんか変なところで止まってるというね。そんな感じになっちゃうんですよね。まあだから、なんか止められるけど、ちょっと気持ち悪い感じだったのが、こういう風にね、なりますので、まあ明らかにね、4方向に伸びてるっていうのはね、いいと思います。サイズ的には、おそらくこういうポケットストーブなんかも、まあ2つ重ねてもね、ちょうどいい感じなんじゃないでしょうか。そうですね、ちょうどいいですね、本当に。4方向にあるのでね、やっぱりこう四角いものが止めやすいっていうのはね、今までにないね、ちょっと、感覚です。いいな、これ。いいです。セリアさん、ありがとうございます。とってもね、便利になりました。よく私、ツーバーナー的にね、一方でご飯炊いて、一方で味噌汁沸かしてみたいなね、ことを外飯でやるんですけど、2つあるとね、便利なので、こうやって持っていこうと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今までは丸いものだったので3つのものが良かったんですけど、
四角いものとか、まあ、丸くてもね、ちょっと特殊な形状をしたものだと4つあると安定するよっていうことでね。100均キャンプギア好きの皆さんの何かの参考になれば幸いです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。ちっちゃいものにぴったり。